はい、それでは次の曲もまたビートルズの曲になります。これは、ビートルズの最後のアルバムと言われているアビーロードという曲の一番最初の曲です。カムトギャザーという曲になります。それでは聴いてください。カムトギャザー。ウェーブもついでにその並びにマイケル・エアロスミス・ウェーブみたいなちょっとなんかの知名度がこんぐらいからこうウェーブが一番いいよ